そうなんです。何でも知りたい。何でも言ったの？あの、もう2週間前から痛くて。どこが痛い？そのお尻の右タボが痛い、左タボが痛いか、それか真ん中のその。お尻があって、右の方が痛くて、あの、何尻尾の骨みたいなとこあるじゃないですか。尾骶骨。尾骶骨の上の右側が痛いです。右側。骨が痛い。座骨神経。腰に近い方。そうですそうです。座骨神経ですよね本当に。そこがずっと痛くて。ストレスだストレス。ああそうなんだ。ストレスでも痛くなんだよそこ。へえそうなの。はいはい。なんか。ダーツを3日連続やってて、決意させたの？なんでですか？昭和なバラエティやってるな。それは痛いよ。もうちょっとでブルだっつって。ずれてる。違います。あ、違うの。はい、もう本当に初めてで初心者で、で3日連続続けてやって。あ、ほなこう出してる足の方向とかこうそうなのかなと思ってて、ケツにガーって力入れてるから。はい。それなのかなって。ダーツでケツ痛めるって初めて聞いたよね。何も分かるんですけど。いいんだよね。なんか便座に座るときなんか変な座り方してんじゃん。体重かけてるとか。あ、え？え？足組むとか。足組まない？あ、でもトイレ中に足組むと折れへんやろ。足組んでトイレの。トイレ中に足組む？翔太君。それでトイレ中足組んでんの？今週もこれおかしいけど。自由が。まだ治んない。かっこええな。足組んで。ブランデグラス持ちながら言ってブランデグラス出してる。おしゃれな人かな。どうか出すかこれ。どうか出すか。シビン代わりいや足組む方もいるでしょうよ。いや無理やよ。足組みながらもうできないよ。女子はできるかもしれない。太ももに引っかかるよ。あそうですか。太ももに引っかかりますよね。引っかかりますね。ポコチないやろ。本当だ。そうや。本当だじゃない。手で押さえなくていいよ。ないです。あこっちもオッケーみたいな。両方両方オッケー。そっかレプロのオッケーな子が来てる。先週はねダメな子だった。そう。あそうです。俺がダメ、俺がダメ。本人はダメじゃないと思うけど。大人なんだから。テクと思うんだけどな。ダメなんです。そうな痛いんや。はい。痛くて。病院行けば？今座ってる時は痛くない。あ、ちょっとだけ痛いです。あれ？あれどうしても、ずっと左側、ケツを浮かして今座ってる状態？あ、そうですね。ちょっとおならするときみたいに。あ、はい。おならしないでしょ？おならするときこうやってあげんの？あげないでしょ？ってことだよ。あげるって言っちゃったよ。ちょっとあげんだ。ちょっとあげる。出ない。アイドルはおならしないしないの。鳴らすときあげたら。しませんよ。私しませんって。はい。はい。しません。ええ。おならなんか出ないもんね。はい、出ないです。そうそう、そういう時に。ちっちゃい、もっとなれへんよな。はい。じゃあ、しちゃってるじゃん。そしたらしちゃってるのよ。ふん。ふんぐらいで。天使のような。天使のような。天使してないの。天使のような芸じゃないんだよ。してないんだよ、アイドルは。ファーぐらい。ファーの音ぐらい。そうですね。絶対音か持ってない。そうで。そうそうだ、結構高音だな。しないのよ、アイドルは。はい。ぐらい。アイドルはしないよ。おっさんになったら朝めちゃくちゃ長い屁出えへん。俺、あ、長、みたいなやつだ。質問みたいな。かわいい女の子が、な、質問したみたいな。これ、わかる。さっきもそうだったんですけど、家で、屁こいたら、バチンって、な、空気が出た後に、閉まる、お尻がこう締まる勢いがすごすぎて、バチンって言って、屁こいてるの痛いって。何やろな。何でしょうね。痛い時あるよな。何でしょうね。でっかい屁な。でっかい屁。痛い。活躍筋がもう活躍しまくったな。そうでしょうね。痛いやろな。もう、痛かにすぎて。それも、痛ってな。帰らな、もう。スナップ効かせるみたいな。あるんだよな、あれ。お尻抜く。くなるぐらい熱いの出るとかありますあります。はい。もう熱、な熱っていうのありますよ。ありがとう。
あるある。うーのめっちゃ頷いてるけど。あの焼肉食べた後とか。出ないよ。出ないよ。出ない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 。バチン言うの。バチン言うの。あ、そっちじゃなくて。熱いの。ぬくいの。熱いの。ダメだよ。全然臭ないやろ。え？全然臭ないやつな。そうです。せやね。焼肉食った後も。焼肉食った後ももう。全然全然レモンの、レモンの感じ単純やな。爽やか。レモン風なんかな。大丈夫です。はい、大丈夫です。翔太くん、翔太くん熱いの、その。翔太くんに聞くな。ため息みたいなのありません？ああ。ああって。それは自分がって力入れへんからや。身を任せてるから。ため息。力入れたらバスンって言うてくれるよ。させへんかもしれない。出るんですかリーダも。私お風呂でするのが好きです。うわー、絶対嫌だ。体に悪いんだって。絶対嫌だ。絶対ダメだよ。だって湯船でポンってなんか浮いてくるの。あれもう最悪やん。あれ最悪だよ。もう湯船の全部が大腸菌だらけになるっていうよ。大腸菌だらけになっちゃうの。そう、ダメなのよ。じゃあその後顔洗ったらアウト。アウトアウトアウト。大腸菌で洗ってるようなもんなんだから。うんこの隙間を出て出てくる部屋ねんから。そうだよ。やだ。そうよ。うんこついてる湯船で顔洗ってるようなもんやね。私結構あれでストレス発散になってるんですけど。どんなストレス発散よ。ダメですね。誰が入ってくるの。あ、一人暮らしなんで大丈夫です。だいぶ自分へのダメージ。そうか。温泉とかやめてよ。ああじゃない。そうだよ。しないようにします。大丈夫ですかレプロさん。これレプロさん今日マネージャーいないんで大丈夫。湯船にタオルちょっとこうまっすぐに浮かしといて平行で自分でその空気捕まえるとか。あ、やったわ。あ、今度それやってみます。それをこうギューってやって空気の袋作って顔を上に持ってきてジュブ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 って。やだやだやだ。めちゃくちゃ臭いから。ちょっとでも気になるな。そのタオルで顔洗う。やだ。大賞金ですよ。言うた後やったもんな。すごいな。上級者です。気をつけてねお尻。はい。そうですね。そうですね。気をつけてください。大丈夫な。他痛いとこないの。